についてのニュースなんですけれども、はい、アベノマスク在庫余っております、うん、8000万枚以上が、うん、在庫として眠っていまして、うん、まあ、これの保管料が6億かかるというね、うん、ことは皆さんご存知だと思いますけれども、はい、政府が大量に保管しているこのアベノマスク、うん、今7900万枚の在庫があって、うん、廃棄するという決定があったんですけれども、うん、希望者を募ったところ、うん、2億8000万枚の希望があったと、うん、安倍さんが明らかにしました、うん、はいはい、安倍さんは挨拶で大変皆様にご心配をおかけしました、この安倍政権当時に国民の皆様に配布した布マスク、うん、通称別の名前もあるが、あえて私が言うとそれだけ切り取られるので言いませんが、はい、というふうにおっしゃったそうです、うん、まあ、ちょっと受け狙ったよね、ここはね、はい、はい、うん、まあでも通称アベノマスクだよね、はい、これがだから岸田さんがね、在庫があってこれが倉庫代が6億もかかるって言うんでどうしようって言って、まあ捨てようかと廃棄するみたいな話をしたときに、なんかこう安倍さんは結構怒ったみたいな話が伝わってきて、それで希望者には募って、だからこのアベノマスクが今な、何脱脂綿みたいにその上に種まいて、なんかこう富を育てるみたいなことだとか、まあそんなことに使われて、これさ、年間6億かかって今欲しいっていう人も現れたわけじゃん。だけど期日って決めた方がいいよね、いつまでって。まあそりゃそうでしょう。だって年間でずっとお金出てる。そりゃそうでしょう。はい、うん。まあこれでも、ちょっとね、なんかこう、2億8000万枚の希望があったって、ちょっと、ね、声高に言ってるけど。はい。もう一生懸命みんな考えて、捨てちゃうのもったいないからって庶民が一生懸命考えて、こんなアイディアだから、少しも、ね、使おうかなっていうだけでさ、別にその豆苗の下にマスク敷いて種まいてもね、横にはマスクの紐出てるわけだよ。それ使ってるわけで、まあそれ以外も、まあ胸にね、名札貼るときに使ったらいいんじゃないかとかってやってるわけだよ。もう一生懸命使ってるわけだよね、それを。安倍さんがこれ、自慢げにこういうことじゃないなっていう気はしますよね。その上にもっと早くやってもらいたかったって。そうですね。あとこの2億8000万枚っていうのが本当の数字なのかってちょっと疑っちゃうところありますよね。これまでこんなに数字嘘ついてか ね来たから、結構本当かなっていう。うち、旦那今議員やってるじゃん、はい、そしたら、マスク欲しいっていう、同じ区の、どうしたらいいかっていう陳情は受けてたよ。ああ、そう。いや、でもこれ、あれでしょ、脱脂綿だし、不織布じゃないし、うん、で、形もなんかうまく、ちょっとちっちゃいしっていうんで、もう配った、で、これみんなに配ったこと、うちに2枚来たわけだよ。うん、はい。その時点でもう死ぬほど金かかってて、うん、で、しかもみんなこれ使えないなみたいな。しかもダニとか髪の毛とか入ってんのおかしい。まあそういうのもあったっていう、ね、うん、聞いてるよね。まあだから、まあ、当時の、うん、まあ、起死回生のちょっとアイデアみたいなことを言ってるけど、うん、まあそれで多分460億円ぐらいかね、うん、かかったって聞いてるんだけど、その上にこの6億ずつこうなんかこう倉庫のお金がかかっていったのが、今2億8000万枚はけたからって、そんなに。そうだね。なんでこんな自慢げなのかよくわかんない。そこがよくわかんないんですけどね。はい、あと、脱脂綿っていうか、ガーゼですね、おじいちゃん。あ、脱脂綿じゃない、ガーゼ。ガーゼを脱脂綿のような感じで使ったらどうかっていうことですよね。そんなの、おじいちゃんって言った今。言った。言ったよね。はい、じゃあ、おばあちゃん先に進めましょうか、物事。もういいおばあちゃん。もう一個いきますか？もう一個ギリギリ、はい、いや、言うだけ簡単にね、はい、24日から26日に行われました衆議院予算委員会の基本的質疑なんですけれども、うん、岸田総理の答弁で、うん、
多用されているフレーズがですね、努力するの言葉39回、考えていく34回、検討する27回、しっかり245回、早期や先手が39回ということで、まあ、一見前向きな姿勢を示しながら、曖昧な言葉で交わそうとしているんではないかという反発が今出ております。はい、ね。こういう言葉は使うんだけど、こう前向きに検討するとか、いろいろ言ってるけど、検討して、どう、その先どうするのかをなかなか、おっしゃってくださらない。考えていくを34回使えてるんだけど、どう考えていくのかは表明なさっていないっていうのがね、これを。支持率よく、すごいよね、今ね。まあね、それ前が前だからっていう意見もあるけれども、答弁に中身がないっていうふうにね、野党が反発しております。すごく気になるのが、これだけ大きな方針が変更された時のコミュニケーションがすごい雑だなと思いました。はい、まあ、例えば、尾身会長が分科会が終わった時に、まあ、ぶら下がりの形で、まあ、それを、こういうふうに提言しましたって言うんですけど、じゃあ、その提言をそのまま出されても混乱するばっかりで、はい、まあ、例えば以前だったら大事な方針転換の時には、まあ、例えば安倍総理と尾身さんが並んで会見をするという場面が割とあったにもかかわらず、岸田さんになってまずそれもないということで、はい、まあ、専門家はそういうふうに提言するけども、結局その方針を決めるのは政府なので、政府はこれに対して、例えばその、みなし療養と言われる人とか自宅でまあ療養してくださいってこう若者たちに言うんであれば、こういう根拠があるから、今回こういう原因でこういうふうにしてほしいという方針と、あとフォローの体制ですよね。はい、例えば重症化しないと言われてるけど、重症化した場合はどうするのかとかというのをきちんとセットにして、きちんとした方針を多分首相とか官房長官とか、コロナ担当大臣から言うべきなのに、なんかその辺がこう中途半端な段階でどんどん情報が出ていって、提言のところから削減、一旦削減されてまた元に戻るみたいな、なんかだから受け取り手は何が今実態としてはどうなっていて、方針はどこがきちんと決まっているものなのかがわからないという状況が続いているのかなっていうのを思います。そうですね、そういったその自分が取りこぼされてるんじゃないかっていう感覚が広がってしまうと、ね、じゃあもういいよ協力しないよとか、そうですね、もういいよやんなくていいんでしょっていうふうに、そうですね、若い人は一時までは若者責任論っていうのが言われ、はいはい、今はなんかすごく見放された感があるんじゃないかなと思うんですよね。で、継承って言いますけども、今回そのオミクロンにかかった私の友人なんかのフェイスブック見てたかなりきついんですよね、みんな。軽症の定義はね、その軽い軽いって意味じゃないですからね。そうなんです、まあ、重症ではない段階ということですから、だからそういう人たちに対して、例えば一人暮らしの人に、じゃあみなし療養って配食サービスとかもないことが考えられるので、で、皆さんどうやってこれをこう生き延びていくのかっていうところが全く情報としても伝わってないかなとは思います。今日はね、国会では公明党の議員さんの質問で、じゃあ検査して、医師の判断なくみなし陽性とか、まあそれは陽性だっていうことで待機というけれども、今検査キットどこに行っても売ってないんですけどと。となった時に、じゃあ探さなきゃということで、陽性疑いのある方が街に出て、薬局をこうリレーするとか、病院に行かなくても起きてることなので、これ何とかしてくださいっていうのはやり取りしてますけれども、こういったの重要ですよね。そうですね。鹿島さんはコロナ関連のニュースいかがですか？そうですね。まあ、岸田さんになってから、政権発足してから3ヶ月弱ですけども、はい、まあ、一貫して見てて思うのが、ブレることに関しては一貫してブレてないっていう、はい、でこれ最初は良かったんですよね、はい、というのはこれ首相周辺の言葉としてもう新聞と散々出てるんですけども、うん、安倍さん菅さんの失敗から学んだことで批判を恐れて後手には回ってならないことだっていうことで、早めにこう、はい、もう走りながら、うんうん、でだから世論の方向を向いて直していく、ちゃんとブレていくて、まだちょっとそう収まっているうちはそれで、そうですね、で不思議なことに支持率も上がってたわけですよ ね、 たんですよね。だから安倍さん菅さんにいかにみんながぎょっとしてたかっていうことで、はい、岸田さんも普通に会見に答えるような体ですけどもね、見せるだけで、あ、なんかすげえ新しい首相フレッシュだなって思っちゃうんだけど、それ普通なんですよ、はいはい、前振りがありますからね。そうなんです、そうなんです。でそれをブレ始めてるっていうことで、で僕気になるのが何でも飲み込んでしまうことですよね。これ野党の案もそうですし、安倍さん、まあ、今日も佐渡金山のあれそうですよね、はい、安倍さん高市さん保守派、自民党の保守派から、まあ、両挟みにあっても全部飲んじゃうっていう、うん、これ昔で言うと小渕恵三さんっていう方がいて、うん、あの方もそうなんです、ブッチホンとか最初は支持率低かったんですけど、うん、真空葬儀とか言われたんですけども、はいはい、人柄がソフトで徐々に評判が上がる、うん、ただ
当時の自治公連立、まあ、自公連立ってあの頃から始まったんですけども、基盤を固めるとどんどんそれまでできなかったハードな法案、例えば国旗国家法とか、うん、通信傍受法とか改正住民兄弟帳法とか次々に飲んじゃって、僕今でも覚えてるのが、当時の雑誌が本当は怖い小渕政権ってタイトルつけたんです、うんうん、一見ソフトなんですけど、はい、これ岸田さんもなんか似てるなと思って、うん、これ例えば正月読売新聞で安倍さんがですね、提言みたいなことを言ってたんですけども、はい、まあ、国会では憲法改正論議の進展に期待していると、うん、派と派の宏池会から出ている岸田さんの時代だから一気に進むかもしれませんっていう、確かに派と派のあの宏池会の岸田さんが動けば憲法改正だとか敵基地攻撃能力うんぬんと全部悲願が実現するわけですよね、うん、だこういう政策って岸田さんの時のような何もこだわりのない人に実現しちゃうのかなって僕念頭に思ったんですけども、そうするとこう全部飲み始めるっていうのは怖いなっていうのは思いますね。なんか最初はその飲んで何でもこう聞いて飲んでるのが、はい、岸田さんしたたかって割と高評価だったんですよね。で、融通無限に聞くだけ聞いて、はい、実はあの安倍さんたちの言うことは結構あの、はい、なんていうんですかね、骨抜きにしようとしてるって言って割と高評価だったんですが、そうでもないかなって今日だって今日のニュース聞いてみればもう完全に飲み込んでるじゃないですか。であと飲み込む聞く力だけじゃなくて、実は今国会その始まる前の記事を見てみると、そのリスク回避の論戦へっていう記事があったんですね。これどういうことかと、参院選を見据えて対決法案、まあ、賛否が出るような法案は見送ると。例えば、出入国管理法改正案の再提出はしない、うん、はい、まあ、これあのこれ解約じゃないかっていう声があったので、しないことはいいことだって一見思うんですが、でも論議をしないということはウィシュマさんの件とか、うん、入管の件とか、うん、手つかずで触れないまま このまま7月参院選まで行くっていうことで、参院選で勝ったら、そうです、もうこれであのみんなの支持は得たからって、はい、一気に変えていくっていうことを狙ってるのかもしれない、ね、はい、だから7月まで何もしないつもりで、で周りがどんどんなんかこうね、野党とか提案批判みたいな、ちょっと迷ってて、このまま行く可能性かなり高いですよね。で、感染症法改正案も提出しないと、まあこれ私権制限の論議があるからしないっていうんですけども、例えばこれ議論にしないっていうのは、じゃあなんで国会やってんだろうって思っちゃうんですよね。だからもうその真空だけで丸飲みも怖いんだけど、はい、一見聞いてるようで聞くふりをしているっていうのが、ちょっと怖いですよね。なんかさっきのその留学生問題もですね、うん、その岸田さんはそのあのかなりいろんな人が今嘆願書が出ていて、うん、例えばアメリカの日本研究者なんかもこのままだとこう日本に対して関心も失ってしまうし、これって長い目で見たら日本の国益としてはすごくマイナスであるということで、だって人材流出になるわけですね。そうですね。だしもうあのどんどん留学生側は日本に留学できないんだと、じゃあ韓国にっていう形で留学生変えてたりもしますし、日本のソフトパワーが落ちていくっていうことで日本研究者はこう危機感を抱いてるんですけど、岸田さんは未だに慎重にっていうことで、うん、全然まあロードマップを示せないわけですよね、うん、で結局すごく安心安全の網をすごく広くかけとけば、うん、はい、国内の日本人は安心安全だからっていうことで、うん、まあ、そこが岸田さんに対しての批判にはつながらないわけですよ、はい、だけどこれってよく考えるとものすごい外国人差別をしているというか、うん、排外的なことを、まあ、私たちはやってるわけですよね。日本人の入国は OK と言ってやってるわけですよ、はい、でも同じ国から来るのになぜ外国人は同じ権益を受けてもダメなのかっていう、はい、たときにすごくこれは人権侵害だな、はい、でもそういうことを平気で実は岸田さんはやってしまう、はい、それはなぜかというと、うん、あなたたちの安心安全のためですよという論法でやってしまって、うん、その重要性が確信犯的なのかがちょっとわからないんですけど ね、 あの岸田さんの場合は、うん、で僕ちょっと気になるのがマスコミの報道の変化も気になってまして、はい、ポイントというのはやっぱりさっきの自民党の宏池会、派と派というイメージがあるので、例えば僕保守派の新聞とかね、いろいろこう読む、でタブロイド紙も読むのも好きなんですけども、はい、今野党を攻撃するようなネタではなく、はい、岸田けしからん、岸田腰抜けみたいな、そういう論調がずっとなんです、うんうん、つまりそういう人たちはあのそういう論調は安倍さん高市さんをもう支持してますから、はい、でこうなると、まあ、例えば夕刊富士とかありますよね、うん、で日刊現代見たら最初からも岸田さんも、まあ、政権批判ですから、うん、どっちからも批判されてるわけです。右からも左からも、これ一見すると岸田さんピンチかなと思いきや、どっちからもこうネタにされることで
野党がもう埋没してるんですよ、ネタにもなってないっていう、うん、で岸田さんが野党の代わりになってるわけです、なんかリベラルっぽいみたいな、はいはい、鳩派っぽいっていうことで、でそうなるとこの状況って自民党総裁選の時みたいにもう政党って自民党しかないみたいな、うん、保守派がそういうふうに岸田さんに夢中だから叩くのにっていう状況になってるんですよ、ね、なるほど、これかなり野党もどんどんこう言ってかないと、うん、本当に忘れされてる状況、まあ、そういう状況を作られてる感じがしますよね、うん、真空総理っていうのは小渕さんの、ね、あだ名であったのを思い出しましたけども、はい、岸田さんもあの結構真空で、真空ですね、あの、はい、岸田さんが何やりたい人なのかってみんなまだ分かってないんですよ、そうですね、3ヶ月経って100日を超えてもですね、はい、で新しい資本主義とか、まあ、いろんな令和版所得倍増計画、うん、これもう言わなくなったんですけど、あのこういったようなスローガンをいろいろ立てるんですけど、中身はこれからねっていう状態がずっと続いていて、ずっと続いてますね、ラベルを貼るんだけれども、うん、中身はこれから用意しますっていうのが格好になっていて、うん、結局岸田さんがこの政治をやるために政治家としてなったんだ、あるいは総理になったんだっていうのが、まあ、見えないんですね、はい、安倍さんや菅さんと違う経済政策とか何かをやりたい、多分何かやりたいんだなっていうのは分かるんですけど、うん、まあ、先ほどの鹿島さんの指摘で、はい、あの参院選終わるまではとにかく何か波紋を広げるようなことはやらないっていうふうになるのであれば、はい、僕らは次の選挙まで、つまり総理が誕生して1年ぐらい経つまで何をしたい人なのかわからないから次の選挙を迎えるっていう、これは相当不思議なシチュエーション。ただ今までの安倍さん菅さんがやらなかったようなことをやるとなんかちょっとイメージは良くなるみたいな、アベノマスクじゃあ廃棄します、まあ最近また話題になってますけど、すごい英断みたいな空気で、あれ英断でも何でもなくてアベノマスクに問題があるわけで、すごく安倍さん菅さんのその貯金、逆貯金みたいなのをまだ食べてる、うん、採用ね、うん、ただコロナがこれだけなってくると、そろそろちょっと私は、はい、うん、もうその感じじゃ逃げれないよっていう状況になってくる、ね、まあ、このワクチン接種のやっぱ遅れっていうのがちょっと私は致命的かなと、はいはいはい、うん、まあ、あれもね、うん、接種の前倒しとかかなりもう ごちゃごちゃ二転三転して、はい、そこで混乱がねで進まないっていう、ね、いやなんか今その自治体の準備が整ってないからっていうことを、はいはいはい、まあ、盛んに今政府なんか言うんですけども、うん、私ちょうど11月の終わりぐらいにあの相馬市長の達也さんの話を聞いたときに、はい、相馬市長の達也さんっていうのは、まあ、ご自身も医師なので相馬市っていうのは、まあ、1回目2回目のワクチン接種もものすごく整然と早めに、はい、あのできたんですよね、相馬市モデルっていうのを作って、でその時にもう12月半ばにはうちの自治体は打てますと3回目、うん、に言ってて、護送先端方式じゃなくて、うん、準備ができた自治体からとにかく打った方が早くどん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 こう結局、ね、はいはい、免疫持ってる人があの抗体持ってる人が増えるので結果的にいいんだってことをおっしゃってるんですけど、それもなしかも市長会の会長なので達也さんおっしゃってるにもかかわらず、結局一番準備ができてないところにこう公平性ということで合わせるということをおっしゃっていて、やっぱりそのやり方がずっと続いてるんですよね、うんうん、だからやっぱりこう前倒しの方針を出してから全くこれまで前倒されてないっていう、なんでこんなことになってるのかなっていうのをやっぱりちゃんと考えなきゃいけないかなと思って、うん、そうですね、まあ、この前の接種券1年前の接種券の時も自治体によってまあ格差は出てきましたよね、はい、でそれはまあある程度その自治体によってリソースの差があるので出るものだろうと、はい、あとは自治体の選挙でまたそれぞれの首長なんかをこう評価しようじゃないかっていう、そうですね、なんなんか合意があると思いきや、うん、ちょっと今度は後ろに合わせるっていうのは、うん、ちょっと一貫性の観点からも理解はしにくい、ね、あとまあ自治体の側の言い分は国からの結局その配送の予定がはっきりしなければっていうことも言われますよね、こっちも予定が立てられない、だからスケジュールをね立てても来ないですってなったら、だからお互いが結局あのお互いのせいにしてるっていう感じがしますね、うん、岸田さんに降りかかった次の政治的な課題というのが今あるわけですけども、そちらについてもいきましょうか、はい、ラジオネームキイチさんからのメールです、ありがとうございます。国土交通省の統計不正問題、去年発覚した問題ですが、今月公表された報告書からも問題が発覚しないように取り繕う、隠蔽しようとしているように取られてもしょうがないように思います。今回の国交省以外にもきっとやっていたんでしょうね、うん、点点点と。それからラジオネームぶんちゃんさんからもいただきました、はい、ありがとうございます。統計不正がまたしてもありましたが、私は国の統計などを使って調査や研究を行うことを生業にしているので、はっきり言って憤慨しています。そうでしょう、国の統計全体への信頼度も低下しますし、うん、市民が統計に協力する気持ちも落ちてしまうのではないかと思います、ね、うん、なぜ恣意的に書き換えるという行為をしてしまうのか、そうした行為に追い込んだものは何なのか、うん、もう少し追及されるべきと思いますというふうにいただきました。鹿島さん、この統計不正の問題、はい、いかがですか。これ例えば官僚側からすると
まあ、自分たちはもう間違えないんだと、なんかデータの方がおかしいみたいな、それぐらいの態度というか心情があって、はい、そういう行為にも見えるんですけども、うん、ここ10年ぐらいでいうとやっぱり政治との関係っていうのがどうしても見えてきて、うん、はい、まあ、政治主導、官邸主導っていう、まあ、そういう続きましたよね、政治側の強さっていう。そうすると数年前、忖度っていう言葉が、うん、まあ、流行しましたよね、うん、あれなんか僕聞いて、てっきりその官僚の政治家への振る舞いというか、その態度、様子の表した言葉みたいな、なんか漠然としたものかなと思っていたんですよ。その出世のためになんかつね、忠誠を尽くすとか、はいはい、ところが統計不正とか見ると実際に数字まで動かしていたっていう具体的なぎょっとするような証拠がこう出てくるわけですよね。そうするとやっぱり統計不正、じゃあ、まあ政治家、まあ、選挙もあるのでいろいろこう打ち出しますよね、政策。それに引きずられてなんかもうすぐ答えを出さなくちゃいけないっていう、で政治が選挙が終わってから大事なことをこう話そうみたいなこともあったじゃないですか、はい、その繰り返し繰り返しでちょっともう数字も追い詰められていたのかなっていうふうには思ってしまうんですけどね、うん、また間違えてもね、正す機会もないんでしょうね、はい、そうですね。いや、今回でもこう処分された人見て、まあ、幹部も処分されていて、はい、どうもやっぱりその気づいてから修正する機会はあったのに、うん、やっぱ隠蔽に近いことやってるわけですよね、うんうん、で鹿島さんがおっしゃるようにこれ単に私軽視してたっていうよりも、うん、やっぱり意図的に、はい、よく見せようというか、まあ、つまりこれ GDP にも今回の場合は影響するということで、はいはいはい、上振れさせる可能性があったわけですよね、だからやっぱりその政治への気遣いというか、はい、忖度の面の方があるんじゃないかということと、うん、まあ、一方でやっぱりさっきのメールのご指摘にもありましたように、やっぱり統計不正がある国っていうのは国家としても信頼されないんじゃないかと、ね、まあ、例えば、はい、私が思い出すのってギリシャ危機の時で、はい、あの時もやっぱりその国のやっぱり財務状況をかなりまあ数字を過小評価、はい、過小にまあ発表してたということで投資家からの信頼が失ってあの事態までなったと、うん、まあ、それぐらい統計ってものすごく重要なもの で、はい、でやっぱりそれ自体の信頼性がないということは、うん、日本という国がきちんとした民主主義国家なのかとか、本当そうですよね、はい、なんか今までだと日本ってせめてそこはきちんとした国だよねと、ずるしたりはしないよねと。ギリシャ来てあれ2009年ぐらいですけど、ギリシャなんかひでえなって言ってたんですけど、今同じようなもう笑えないじゃんっていうとか、例えば日本ってよくその中国に対して、はい、いや中国が国家に都合のいいように統計をいじってるとか言うわけですよ、はい、いや同じじゃないですか日本もっていう事態になるわけですよね。よく選挙が 100% って言うとまたそんな数字いじってみたいなこと言うんですけど、まあでも同じ権威主義国家でしか見られないと思ってた現象、そうなんです。じゃあ果たして日本は民主主義国家なのかっていうことになると思います、なりますよね、うんうん、ただその官僚のレベルでしたことは、まあ、そこから悪意が読み解けるかどうかともかく、うん、無能であることは確かなんですよね、うんうん、つまりそれが例えば数字を盛るためというよりは数字を結果的にこれ盛ってしまってるなと気づいても、うん、それをこう取り下げるとなれば、うん、当然ながら数字を盛っていたことが指摘されてしまうことによって、うん、政権の打撃になり、うん、そうすると政治家さんに迷惑をかけてしまうっていう、うん、そうしたの発想になるわけですよ、うん、ところが公務員というのは全体への奉仕者なんですよね、うん、つまり国民に適切なデータを提示することが仕事なんですけれども、はい、時の政権に叱られちゃうとか時の政権に打撃を与えてしまう、うん、じゃあ叱られてしまうっていう目先の問題をこう、まあ、尊重してしまうというのか、向いてる顔がちょっと違う、そっちじゃないよってことですよね、うん、だからこそ例えば統計に対する専門家をつけるとか、うん、あるいはその今回は会計検査院とかいろんなところの一応のチェックはあったので、はいはい、そしてチェック体制をどうしようかとか、うん、デジタル化であるとか、うん、そしてもろもろの課題があるはずなんですけど、これ安倍政権の時からそうなんですが、統計の問題が出てくると気を引き締めるようにって言うんですよリーダーが、まあ、だから根性主義みたいなもの、ね、初心を忘れないようにみたいな、すごいですね、これだとちょっと改善はできない、うん、あの時確か勤労統計不正があって、はいはい、確か独立したその統計の専門官みたいな各省庁に置くようにって言って置かれてるのにもかかわらず、うん、これがまたあったってことで結局それも機能してなかったのかっていう、まあ、そこの問題もあるかなと。圧倒的には人手不足ですよね。そうですね、だから統計をやっぱりすごく軽視してるっていうか、そこはまあ根本にはあるんじゃないかと思います。人員をどんどん削ってるっていうのは言われてる。論みたいなのありますよね。でこれで大臣がなんか何ですか、4ヶ月なんか減俸というか、うんうんうん、そういうことじゃないんだけどなっていう、うん、いそこの根性論じゃないんだけどなっていう、うん、減らしたところでっていう、うん、実態はっていうなっちゃいますよね、そうですね、思っちゃうんですけど、
さて続いては、トンガか、1月19日のメインセッションでした。ベトナム人技能実習生リンさんが死産に追い込まれ、うん、逮捕起訴され、はい、福岡高裁判決が有罪となったニュースの今後に注目しています、うん、福岡高裁の有罪判決、技能実習生制度、技能実習生へのハラスメント行為などの根底に外国人差別があるとしたら、政府行政が関与し、ハンセン病患者の方々を長年苦しめた人権侵害が外国人の方々に対して繰り返されることになるのではないかと危惧しています。ウィシュマさんの問題はもちろん、政府も野党も外国人の方々の人権問題に真剣に取り組んでほしいと強く望みますといただきました。浜田さん、裁判関係のニュース、あるいはそれぞれのニュースについていかがですか。はい、しおりさんの判決後の会見、出て取材をしたんですけども、はい、改めてやっぱりしおりさんがあの時におっしゃっていた、もう28歳から5年間この裁判と向き合ってきたっていう言葉が本当に重いなと思いました。で、まあ、なぜ彼女が、まあ、これを戦い続けたのかっていう話をされていたんですけども、はい、やっぱり今その性犯罪における被害者っていうのがやっぱり捜査の面とか司法の面でもやはり非常に立証するのが難しい、その状況をやっぱり何とか改善したいということで、まあ、自分のケースとして名前を出して顔も出して、まあ、戦ってこられたわけですよね、はい、やっぱりそこで弁護団も含めてですね、まあ、判決については非常に真っ当な常識に従った判決だということで、まあ、評価をされてました。で、このメールの、まあ、山口氏のですね、まあ、一部ですね、まあ、訴えが認められた部分はどういうふうに評価するのかという質問に対してはですね、まあ、これしおりさんもおっしゃっていたんですが、著書の、まあ、ブラックボックスの中でデートでレイプドラッグを使ったんじゃないかと、まあ、それはしおりさんが推察していろいろ調べて推察して書いたところが、まあ、その一部名誉毀損に当たるといって山口氏の、まあ、訴えが認められたわけですけども、はい、まあ、これに関してこう普通に聞いてると、えって思う、私も一瞬思いました、なぜそこを認めるかと思いましたけども、まあ、でもそこについては、まあ、しおりさんも私も推測の形ではあるけれども、真実相当性がないというふうにこう言われればそうかもしれないということをおっしゃってましたけども、はい、でも、はい、そうですね、でもやっぱり大きいのはやっぱりこの今回の場合はこれまでその性被害者っていうのはその犯罪の立証の時にですね、例えば暴行の要件が必要だったりとか、うん、脅迫されたみたいなことが必要だったりとか、証拠不能だったという、そうですね、はい、証拠も全部自分でっていうことを言われてたのが、性行為に対して不同意っていうことが今回まあ認められたわけですね。不同意でも、うん、やっぱりその彼女は被害に遭ったということが認められたということが非常に大きいんだということはしおりさんも弁護団もおっしゃっていたので、はい、これは非常に意味のある、本当にしおりさんが、まあ、自分の自身のですね、まあ5年間を費やして私の代わりにですね戦ってくれた結果だなというふうに感じました。うん、またこの裁判もね、これからどうなるかということに加えて、まあ、名誉毀損などはね複数の裁判も続いているところはあります。そうですね、はい、でまた当然他の様々な裁判においてもそこでどんな判決が出るかが社会が注目するだけじゃなくて、その判決をどういった判決を出す社会が望ましいのかということをめぐって、まあ、場合によっては立法、つまり法改正とか法律の吟味も必要になるわけですよね。鹿島さんは裁判関係のニュースではいかがですか。僕伊藤しおりさんはですね、はい、ちょうど1週間前に、まあ、別の番組でご一緒して、あ、そうなんですか、2時間ぐらいお話したんですけども、まあ、その時は、まあ、2022年気になるニュース、これから自分が注目したいニュース、もしくは議題ですよね、はいはい、伊藤さんが挙げてらしたのが性的同意年齢、これ、うんうん、日本低すぎないかっていう、だからこれやっぱりご自分 の、 その性被害っていうからの経験と体験、まさに体験ですよね、の戦いですよね、からの、まあ、ジャーナリストとしての、まあ、全部つながってるなって、ね、だからこういう活動をどんどんこう、うん、ね、ともすればこう知らないまま、うんっていう人もいると思うんで、はい、すごくためになりましたお話、うん、ただその時判決3日前だったんで、うん、やっぱりもうちょっと夜は眠れないみたいな感じだったんですよね。もし、うん、その時も会見でもしおりさんがおっしゃってたのが、はい、もしこの裁判で負けたら、うん、自分はこの国で生きていけないかもしれないとまでずっと思って生きてきたっていう言葉が本当なんか聞いてて重くてですね、まあ、そのぐらいのやっぱりこう彼女はギリギリのところで戦ってきたんだなということを改めて、そうですね、印象的だったのがよく日本から出ていけみたいな、まあ、平気で言われるらしいんですよ、はいはい、でも自分は日本を良くするためにこの戦いをやってるんであってって、うん、これいろんなジャンルでもすごく共通しますよね。そうなんですね、なんか例えば公文書なんで捨てちゃうんですか、はいはい、作らないんですか、はい、みたいなので、
多分日本のため、そうなんですよ、ね、むしろあの50年100年先の未来の日本人のために行ってるのに、うん、どちらが愛国者かというと、私はこうやって声を上げて、うん、やっぱり少しでも社会を良くしていこうと思う人の方が、はい、やっぱり日本を思ってるんだと思うんですよ ね、はい、すね、一つの社会を鍛え直すというか、鍛えていく作業ですよね、はいはい、だけどなんか目先のあれを擁護する守るっていう方が、うん、ね、日本から出てけみたいな感じになっちゃうじゃないですか。まさにこのでもベトナム人のね、人に対する判決も、まあ、労働力が足りない日本に今来てもらってるわけですよね。まあ、技能実習生というのは研修制度だという建前になってますね。もう労働力ですよね。だから働き手として来てもらってるにもかかわらず、その人間としてのなんていうんですかね、権限を認めない。例えば家族同行もダメだしとかですね。労働力だけ。そうなんですよ。で、何かあったらこういう形にしてしまうっていうのは、本当になんかこう、なんていうんですかね、もう日本人としてちょっと悲しくなるというかですね、うんうん、さっきのあの留学生の入国制限とも通じる問題かなと思います、はい、その、あの件についてまたメールもいただきました、はい、ラジオネーム牧野靴下さんからいただいたメールです。ありがとうございます。私は日本で海外在住の外国人高校留学生に日本語を教えています。一昨年の4月に日本の高校に入学が決まった生徒は、入国規制が緩んだ秋頃に入国。今はコロナ禍でなんとか高校生活を送っていますが、今年の春入学した留学生は未だ入国ができません。受け入れ先の高校によっては遠隔で授業を受けている生徒もいますが、高校によっては宿題をメールで送るだけのところもあります、うん、その中で3人の女子留学生が留年することになってしまいました、うん、死ぬほどの受験勉強と日本語の勉強を経て合格を手にし、そして日本での高校生活を楽しみにしてきた彼女たちはショックだったと思います、うん、15、16歳の1年、2年がどれだけ貴重な時間か想像に難くありません。慣れない海外生活に里帰りもできず心を病んでしまった子もいます。これだけ感染者が増え、これ以上何を理由に留学生は待機しなければならないのでしょうか。怒りと悲しみと絶望感をどう癒していけばいいのでしょうか、といただいています。これはね、本当に意味がわからないんですよね、うん、あのコロナ対策というのであれば、うん、全員止めるというなら、うん、まあ、一貫性はあるけれども、でも合理性はないと思います、うん、で検疫をちゃんとね、あの受けて検査を受けて隔離をすれば、あの同じじゃないですか、条件として、うん、でもっとひどいなと思うのは、交換留学制度で日本からは出してるんですよ、うんうん、日本から出していて交換留学制度で受け入れてないっていうのは、うん、大学同士の信頼関係にも、はい、今後も交換留学制度なくしますよということにもなりかねないですし、そもそも日本はなんかグローバル化っていうのが大好きで、はい、留学生30万人計画とか言ってたわけですよね、はい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 、これは何だったんだろうと思います、ね、グローバル人材を育てましょうみたいなことをね、国はずっと言い続けてましたからね。なんかさっきの岸田さんじゃないですけど、はい、一番最初の大きな議論をして避けてる感じですよね。その外国人とじゃあこれから強制するしかないですよね、はい、いや嫌なんですか、でこれをこう避けてるから、じゃあなんとか制度を作ってとか、そうなんですよ、なんかこう横から技能実習生みたいな名前で、そうそうそう、うん、裏口からちょっとみたいな、なんかそういう特定技能1号2号、そうそう、立て付けで作っちゃうから、どん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 こう議論がおかしくなってきますよね。それはやっぱり実態としてもう移民大国での4位と言われてるにもかかわらず、移民という言葉をやっぱり保守層に今すごく配慮して使わないことに対してもいろんな、 なんかこう無理が生じているというか、移民という言葉を使わないで、さあじゃあその労働力をどう使うかっていう、なんかそういうゲームみたいになってますよ ね、 なんかね、うん、そうするとこぼれ落ちるのが生活者や住民という観点が抜け落ちてしまうということになりますね。では最後一つ行こうかしらね。ラジオネーム京平さんからのメールです。ありがとうございます。チューズライフプロジェクトのお金の問題が気になります、うん、実際にニュースの内容に影響があったのかなかったのか分かりませんが、資金の出どころがどこであるのか、それをはっきりと明示されていなかったこと、今後ニュースメディアが作られる上で同じようなことが起きないように、うん、視聴者側としても注目していきたいですね、といただいてます、うん、
なんかメディアの信頼性をめぐる問題というのはね、浜田さん、この年末年始に続けて起きましたよね。これはきちんとその調査委員会を設けて調査しますというふうに今チューズライフプロジェクトは言っているので、はい、その報告をぜひ待ちたいなと思うんですけども、この問題が起きた時に私はこうある人からこういうふうに言われたんですね。だから新興メディアは、信頼ができないと、私はまさに朝日新聞を辞めて新興メディアを立ち上げたので、ネットメディアを作ったので、とても本当に残念というかこの影響って大きいなと思いました。でやっぱりその新しくメディアを作るときにいろんな人から言われたんですね。フェイクニュース大丈夫かとか、お金どこから出てるのかって、それを一つ一つ自分たちでこういうふうにやってますっていうふうにクリアをしてきて、メディアの信頼を得てきたわけですよ。にもかかわらずやっぱり一つこういう事件が起きるとやっぱりメディア全体への影響っていうのがすごくやっぱりこう大きい。やっぱりなのでぜひチューズライフプロジェクトの方たちは責任を果たす意味でも なぜこういうことが起きたのかで、こういうことを起こさないためにどういうことを気をつければいいのかということを、ちゃんと調査してほしいなと思います。昔ね、医療とネットの関係を考えさせるそのウェルク問題というのがあって、ね、はい、それでいろんなメディアが閉じたりとか見直したりとか体制の強化をしたりというのがあったんですよね。でこの問題は法的にじゃあ問題かというと問題にならない可能性が非常に高いわけですよ。問題になりうるとしたら、寄付行為に当たるかどうかとか、それは政党のお金の話をどうするのかという使途の部分ですね、はい、一方でそのメディア側にじゃあ問題になるのかというと法的には特に問題にならないだろうと、ただしこれ例えばステルスマーケティングとかとの問題とも同じですけれども、情報取得の信頼性が下がるというような点で、そこをどう改善するのかという、 こう市民文化が問われるところなんですね。これは右左関係なくどの分野においてもこういったメディアを作る際には議論に参加しなくてはいけない点だと思いますが、鹿島さんはどう思いますか。いやーこれね、1500万資金提供で明らかにしてないっていうことでしょ、はい、だからこれで言うと、その確か4年ぐらい前ですか、安倍政権が放送法をこれ取っ払おうみたいな動きがちょっとあったんですよ。実際潰れたんですけど、というのは盛りかけでもう地上波のテレビがそれをじゃんじゃんやるから、じゃあ自分の意に沿うその番組ができるようにみたいな、そういう案が出たんですよ、はい、でそれってギョッとするじゃないですか、じゃあそれを追求する側って、じゃあこれたとえネットメディアだとしても、もうオープンに公正にしてやっと信頼されるのに、こういうことしたらもうどっちもどっちじゃんみたいな乱暴な議論にまとめられちゃいますね。そうなんですね。で実際例の脱皮っていう、いやそれと比べるのもすでにごちゃ混ぜにする論調もあるし、なんだったらこう立憲民主党も本当にこれから脱皮をちゃんと追求できますかっていうのが、なんかね疑念を持たれちゃうこともありますよね。こういう自分たちの政党の誹謗中傷を、行ってたということで裁判に今なっているところですからね、なんか分かってない感じがしますね。僕らがギョッとしてる以上に、あの西村さんの会見とか、いやあれは前の立憲のことだからちょっと僕知らなかったです。いやそれではなかなか済まされないです、でも福山さんはまだおられるわけでしょ。そうですね。で聞かずに、一応さらに聞かずにで、ね、幕引き感ってこれ自民党と同じじゃんっていうのはどうしても感じちゃいましたね。より広く、例えば読売新聞とその大阪のこう、はい、協定の時に、はい、多くのメディア関係者がギョッとした、はい、けれどもピンときてない人も中にいたとなった時に、ギョッとしうるというのは一体何なのかと、それは法律の問題ともまた別の、ある種のメディア感覚だからこそ、実はそのメディア感覚って一部にしかまだ共有されてないところがあるから、気にする人は気にする、でも、党派性があるときは叩くけどないときはいいじゃんっていうふうに許すっていうことが続いてしまうことがあるので、このあたりについてはね、またメディアに関する特集なんかもしてみたいですね。はい。今日の衆議院予算委員会で新型コロナワクチンの3回目接種の遅れに関する立憲民主党の重徳衆院議員の追及に対し、ペースアップに向けて大規模接種会場の設置や接種券送付の前倒しなどを自治体に要請すると表明。また今夜6時から受付が始まる自衛隊の大規模接種会場によってさらに接種を加速していきたいと説明しました。一方、後藤厚生労働大臣は厚生労働省による毎月勤労統計調査の書き換えに関し、不適切な事案だったとは考えていないが、利用者への配慮が欠けていたと陳謝。統計の精度を高めるための取り組みなどに一層努めると説明しました。では国会のやり取りの中で、衆議院予算委員会、新型コロナワクチン3回目の接種をめぐって、その遅れ
どうしてそうなったのか、今後どうなのかということを立憲民主党の重徳和彦衆議院議員が堀内ワクチン担当大臣とやり取りをしています。オミクロン株、昨日は新規感染者8万人に迫る数となりました。まずですね、今週の月曜日の段階ではワクチン3回目のワクチン接種が236万回 16% というふうに承知しておりましたけれども、直近の状況はどうでしょうか。国務大臣堀内詔子君。接種率につきましては同日公表時点で全人口の 2.5% であります。はい、以上。重徳和彦。すみません、私が、言いたかったのは月曜日の段階で 16% という数字に何ですか、そこに見合った数字としては何パーセントまで伸びたのかなということを知りたいわけです。対象者の 21.5% になります。さらにちなみにですけれども、国際的に比較をして、例えば OECD 諸国の中でどのぐらいの位置にこの 21.5% というのはあるのでしょうか。お分かりになればお答え願いたいと思います。38カ国の中で日本の接種率は一番低い接種率となっております。この原因どういったところにあるんでしょうか。さらなるペースアップに向けて大規模接種会場の設置や接種券の前倒しなどの送付取り組みを進めるように自治体に要請する、そして政府としても一丸となって進めてまいりたいと思っております。はいはい、その原因どのように分析をされているかを知りたいんです。日本は諸外国に比べて1回目2回目の開始が遅れましたために、オミクロン株の流行が懸念される状況になったことを踏まえて昨年12月以降に接種間隔の前倒しを行ってまいりましたところでございます。通告もしてましたか。はい、どうしてなぜ遅れたかということを問われてますので、どうして遅れたかということをご答弁ください。日本におきましては 1,2 回目の接種自身が諸外国に比べて遅く始まった部分がございます。それに対して一定の間隔を置いてやはり3回目は打たなくてはならない、そういった状況の中3回目接種の開始が遅くなったという状況でございます。それは目標のことだから。じゃあもう一度、はい、国務大臣堀内詔子君、目標に対してどうして遅れているかというのを聞いてください。当初8ヶ月間隔ということで3回目の接種、2回目終了から8ヶ月置いて接種していただくということで各自治体にはそういうお願いをしてまいりました。例えば10月の半ばには8ヶ月間隔ということを前提に12月1月分の配送計画をお伝えしておりましたし、11月の半ばには2月3月分の配送計画をお示ししていたところでございまして、自治体の皆様方もそのように準備をしてくださっていた状況でございます。そういった中オミクロン株が大変急激に拡大してまいりましたので接種の前倒しを2回にわたってお願いしております。そういった中自治体の皆様方のご準備、例えば接種券の発出などもなかなか思うように進んでいないところもございます。さまざまな要因があって、そして接種は遅れてきてまいっているといった状況もございます。はい、というわけでですね、立憲民主党の重徳議員と堀内ワクチン担当大臣とのやり取りを聞いていただきました。接種の遅れについて追及をするという場面なんですが、なぜ接種が遅れたのかというようなことは、これから接種のスピードアップを図るということに対して遅れた原因にどう対処するのかということを聞くことにもなるわけですよね。ただ堀内ワクチン担当大臣の回答というのがその回答になっておらず、結果としてどういうふうにこれから加速をするのかということが語られていないというような、そんな場面だったんですね。で、このワクチン接種をワクチンの確保をどうするのかという点について、まず前提として先進国の中でも一番遅いような状況になっているということになっています。で、これどうして遅れたのかということを堀内議員がたびたび同じ質問を重ねているんですが、それに対してこれから加速していきますというような回答が続くんですね。で、さすがにその根本委員長、予算委員会のね、委員長が、ちゃんと仕切って、ちゃんと委員長としての仕事をして、聞かれたことについて、答えてくれと。聞かれたことというのは、どうして遅れたのかということを聞かれているのだから、これからの頑張りとか、やる気とかはじゃありませんよということを、案にサジェスチョンして、答えを
促しているんですけれども、最後まで実は答えはなかったんですね。堀内大臣は。はい。で、堀内大臣の答えは何かというと、要は、1回目、2回目自体が遅れたから、3回目も遅れたんです。っていうような話だったんです。でも、重徳議員が聞いているのは、3回目の今回の接種全体が遅れた理由だけを聞いているのではなくて、政府が1月の末までに、これだけの接種をしますよっていうような目標を立てていたんですね。それが1470万回。まあ、これを接種しましょうというようなことを、まあ、一つのゴールとして、目標としてこう定めていた。で、その目標というのは、3回目接種が他の国から遅れたかもしれないけど、でも日本としてはこれだけの接種をしましょうという、その目標を立てていた。わけです。ところがその接種目標なども達成できていないのは、これはどうしてなのかというようなことをこう尋ねているような状況なんですけれども、3回目が遅れたからっていう、最初の話に戻ってしまうことになるわけですね。で、なおかつ、では前倒しっていうふうに言ったときに、他の国も、例えばその接種の間隔、まあ、当初はデルタ株の頃などは8ヶ月空けましょうとか何ヶ月空けましょうかって話ありましたけども、はい、どうもオミクロンとかその他の変異ウイルスの話をすると、でもその感覚自体もいろいろと変化がありそうだということなのであれば、政策変更をするのであれば、その政策変更をしっかりと決断した上で実行するということが必要になるわけですね。ただ、そのあたりについて、いや、前も遅れたんでというような回答だけだと、ちょっと臨機応変にいろんな接種をこれから進めていけるかどうかというところに、まあ、不安が残るというようなことになっています。岸田総理は、まあ、この間、2月頃までには高齢者などに接種をした上で、一般接種を3月以降にこう、やっていくことを目標としているということなんですけれども、そうした目標に対して今度は自治体の協力とメドというものが必要になるのですが、そのあたりのやっぱりロードマップを、ワクチン担当の大臣が適切に示すということ、これ抜きに様々な不安が広がるので、そこはしっかりと仕事してほしいなというふうに思う次第です。そうそうそう。それで、その話を基礎取り下げたのも異例だし、その後半前の基礎取り下げなんてのはもう異例中の異例なんだけれども、うん、だから結果的にはこれ冤罪だったんだけれども、うん、人質司法っていう言葉は皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん、この人たち、今、日本の刑事司法っていろんな問題あるんだけれど、うん、逮捕されて起訴されても、容疑を否認すると、うん、なかなか保釈が受けられない。はい。っていうのが、まあ、で、だからその。痴漢の冤罪と一緒みたいな。一緒ですね。昔映画にもなりましたけれども、うんで、その、逆に言えば、その保釈を受けたい一心で、容疑を認めちゃう、うん。あるいは警察の側がそれを餌にちらつかせて、その容疑を認めさせるっていうのが人質司法なんだけど、うん、この大河原加工機の人たちは、実に330日。そんなに、うん、長い。要するに拘留されちゃったの。で、結果的にそれ、基礎取り下げですからね。うんうん、だからでもその間って、あれでしょう、やっぱり仕事にも影響しただろうし。もちろん、だって社長さんと、それから営業担当の役員と、うん、それから技術の専門家の人3人捕まっちゃったから、うん、大企業だったら別ですけど、中小企業だから、本当企業の影響に、経営にも影響があって、うん、それまで30億くらいの年間売上高が20億くらいまで落っこっちゃった、うん、それってじゃあ保証とかないので今国家賠償請求訴訟をやってるんですよ、うん、で実はでも今日話したいのはこの人質司法のひどさっていうのを僕これ取材をして後徹底的に取材をして、うん、大河原加工機の人たちにもみんな話を聞いたんですけれども、うん、こんなにひどいのかと思ったのが、うん、これ実は来月1日発売の岩波書店の世界っていうところで僕長めのルポを書いたので、うん、詳しくはそちら読んでいただきたいんですけれども、うんうんこれ前に話したと思うんですけど3人のうちの1人の方がその330日の拘留中に体調崩しちゃってで調べたらがんだったんですよで結局その保釈もされないで死んじゃってるんですよがんでねでこれがひどくってこれ調べると逮捕されたのが2020年の3月なんだけれどこの相島さんっていうんですけどね、はい、この人は技術の専門家でもう30年以上から加工機でずっとその技術のことを担当してて、うんまあ、東京工業大学出て、うん、開発の責任者っていうかずっとやってきたんですけど、うん、この人が実は3月に逮捕されて9月の22日に拘置所の中でもう貧血でフラフラでまっすぐ歩けないくらいになっちゃって便も黒い便が出るとでこれは明らかにおかしいって言って拘置所内でとりあえず輸血処置を受けたんですよで当然弁護団はこんな状況だと緊急の治療の必要性があるからって言って保釈請求をしたんですよ、はい、ところが証拠隠滅の恐れがあるって言って保釈請求は却下されちゃうでその後に内視鏡の検査も受けたんですよ拘置所の中で、はい、そしたら実はその胃にかなり悪性のがんがありますということが見つかった、うんはい、でそれでそれじゃ治療しなくちゃダメじゃないかって言って保釈請求を弁護団がしたらこれも却下されちゃう、うん、
それで結果的に10月のですね、7日の日にこのがんだってことが分かったんだけれども、うんうん、その後にもう弁護団ももう本当にもはやこれ以上猶予はないっていうことで、うんうん、刑の、拘置の拘留執行の一時停止っていうのを申し立てて、はい、で、これをようやく認めてもらって、はい、それで、10月の16日に、うん、病院に、近くの病院に連れてったら、はい、やっぱりこれは相当悪いがんだと、はい。で、早急に精密検査が必要だっていう、はい、その、診断結果をもらったんだけど、うん、その後保釈請求しても、また却下されちゃう。証拠隠滅の恐れありって。で、結果的に、この息子さんがね、はい、もう必死になって受け入れてくれる病院探して、うん、で、弁護団も、じゃあもうどうにかしてくれって言って、うん、また、その、刑の、交流の一時執行停止を申し立てて、うん、ようやく15日間認められて、病院に行ったんだけれども、うん、もうその時には、もうフラフラで、体重が10キロも落ちちゃっていて、うん、で、病院の人にも、なんでこんなになるまでほっといたんだ、というふうに言われて、でも事情があんまり話せないじゃないですか。うん、だから、いや、父が、もともと病院嫌いなもんですいませんなんて言ってやってもらったんだけども、その段階では手術もできない、だからすぐには抗がん剤の治療もできないっていう状況で、結果的にそのまんま3ヶ月4ヶ月だから、その年が超えた2月の7日の日に相島さんはお亡くなりになったと。ひどい話。ひどい話なんですよ。はあれでしょ、やってないことやったっていうふうに、言えって脅されたようなもんだ。脅されたようなもんだよね。でね、でね、細かく聞いて、僕、人質司法ってこんなにひどいと思ったのは、うん、息子さんが一生懸命病院探して連れてったわけですよ。うん、で、その時に、その実はようやく見つけた病院っていうのが首都圏の病院で、うん、で、首都圏の病院だから、その首都圏の病院の近くに、前の日ホテルに泊まって、うん、で、病院に連れて行こうとしたら、それはダメだって。で、うん、保釈、交流の一時執行停止中に滞在していいのは、自宅か、病院だけだって言われて、うん、で、これ実は相島さんってね、もうこの時定年退職っていうか、顧問になっていて、うん、家がね、静岡の富士宮にあったんですよ。うん、だから東京拘置所から息子さんが富士宮に連れてって、で、富士宮で一泊して、また首都圏の病院まで車で連れてきて、うん、それでようやく入院させてもらったっていうことなんですよね。最初のその冤罪みたいなのって、うん、その作ってる会社がこの機械みたいな武器に転用される恐れがあるみたいな容疑だったんでしょ、うんうん、そうですそうです、ああ生物兵器に転用されると、はい、うん、でもそれは全然違ってて、まあ、結果的に起訴取り下げてますから、うん、で検察側はもう立証困難って言って、うん、その起訴取り下げてるので、うん、結果的にもはやそれは、不正輸出じゃないんだっていう、大河原化工機の社長さんとか、相島さんとかの言っていることがもう 100% 正しかったわけですよ。ところが、こんな仕打ち受けてね。で、しかもですよ、相島さんが亡くなったのが2月7日なんですよ。2021年の、去年の2月7日なんですけれど、この大河原化工機の社長さんとか、その役員の方が保釈されたのが32日、交流されて保釈されたのがその2日前の2月5日だったんですよ、うん、ところが、うん、ようやく6回目の保釈請求でその社長さんと役員の人は保釈されたんだけれど、うん、保釈されても会社関係者と会っちゃいけないっていう条件がついてるわけですよ。だから、うん、相島さんその2日後に亡くなるんだけれど、うん、この相島さんのお見舞いにも行けなかったし、それからね、葬儀とか通夜にも参列できなかったんです。だから、ねえ、そういうことがいかにひどいかっていうのをさ、ひどい、うん、なんでわかんないの、検察側が。いやだから僕ね、人質司法っていうのは僕も頭でいろんな取材してて、冤罪の温床だし、ひどいっていうのはもう十分わかったんだけど、うん、改めてこんなにひどいのかと。うん、で、まあ、大企業でもそうだと思うけど、まあ、文化放送もそうだと思うんですけれど、この社長さんとかね、うん、役員の人にしてみれば、この技術開発の責任者だった相島さんっていうのは、30年以上、90人くらいの会社なんですけれども、うん、一緒にコツコツと、本当に積み重ねてきて、うん、ようやく、会社が軌道に乗ってっていうような、まあ、ある種戦友って言ったらちょっと語弊があるけれど、うん、仲間じゃないですか。うん、はい、その仲間が、癌になって死んだだけでももう、とてつもない苦しみ悲しみなのに、うん、見舞いもいけない、それから葬儀にも線香を手向けることもできなかったっていう、この悔しさっていうのはちょっと想像を絶するなと思って。ひどすぎる。それ多分、うん、対個人だったら、うん、多分できないと思うんだけど、うん、組織になっちゃうとみんなで自分の責任じゃないっていうことで、
そこの、そこら辺までひどくできたんじゃないの？でね、あの、弁護士さんなんかと話したりとか、うん、いろんなその裁判官の人に取材して、なんでこんなにね、要するに、検察が抵抗するというのは、うん、まあ、百歩譲って、まあ、検察はそういうその捜査側だからだけど、はい、裁判所が認めないわけですよ。検察の、ね、うん、検察の言い分を入れちゃって、却下しちゃうわけですよ、ね、うん、はいはい。だから裁判所がおかしいと思うんだけれど、うん、これね、裁判所の論理になってくるとどういう論理になるかっていうと、うん、カルロス・ゴーンさんの事件あったでしょ、うん、保釈したら逃げちゃったじゃない、うん、で保釈をして何かあったら、うん、責任は裁判官が問われちゃうと、うん、で逆に何にもなくても、うん、その別にメリットはないわけですよ、うん、逆にその何かあったら裁判官減点されちゃう、うん、とすると検察の言う通りに却下しておいた方がいいだろうっていうようなことになるだろうと。でもそう、今だったらだよ、例えばさ、うん、足とか手にさ輪っかはめて GPS みたいにつけるとかとかね、まあ、いろんな方法ある、うん、まあ、それもまた人権上のいろんな問題があるんだけれど、うん、ただこれね、このケース僕取材してて思ったのは、裁判所も悪いし検察もひどいんだけれど、うん、この病院をね必死に探したのは、実は息子さんなんですよ、うん。お父さんがもう大変だって言って、自力で必死になって、あの病院探して、ようやく受け入れてくれる病院見つけて、でも、あの不合理っていうか、非合理っていうか、非人道的っていうか、自宅と病院しかダメって言われたから、わざわざ富士宮まで行って、またこっち来るなんて3時間以上かけて父親連れてったんだけれど、本来、その、逮捕されて起訴されてても、うん、有罪とかになるまでは、うん、無罪推定の被告人ですよね。で、かつ、癌、うん、って診断されていて、うん、もう本当にフラフラなんだったら、うん、本来は、ちゃんと病院を確保して、ね、で治療を受けさせるっていうのは、うんうん、仮にこの人、相島さんが犯罪を犯していたとしてもですよ。そうですね。しても、うん、病院を確保してきちんとした治療を受けさせるっていうのは、これ、拘置所の責任でしょ。うん、そこでの権利もちゃんとありますよね。いや、そうなんですよ。融通きかないっていうか、ルールにがんじがらめってことでしょ。しかもその331の交流期間、うん、その間には、ま、毎日とは言わないけど、うん、いろんな取り調べみたいのはその中で行われてたんですか、うん、まあ、最後の方は別としても、逮捕されて起訴された当初はいろいろ取り調べは受けますよね、はいはい、長い時にはもう1日6時間とか7時間とか受けたりとかして、はいはい、ただ、はい、この相島さんたち、あるいは大河原化工機の社長の大河原さんとか、うん、役員だった島田さんっていうんですけれども、うん、この人たちはもうとにかく断固としてやってない、もうそのやましいことなんかないんだからって否認し続けて、はいはい、でこれも偉いんだけど、うん、これもね後で聞いてちょっとショックだったのは、うん、その罰金でもね多分ねこれ1000万とか2000万なんですよ、うん、で弁護士費用もっとかかってるんですよ、うん、だからでおそらくこれ執行猶予つくんですよ、うん、だったら、うん、あのね冤罪の典型的なパターンっていうのはもういいと認めて、うん、で早くその保釈受けて、うん、で会社の経営をまた再開させた方がいいじゃないかっていうふうに思っちゃうんだけど、うん、この3人はずっと否認したんですよ、うん、でなぜ否認できたんですかと、うん、強いですよねって言ったら、いや青木さんそうじゃないんだと、うん、考えてほしいんだけど、大企業だったら、うん、例えばその問題を起こした部門を切り捨てたりとかね、うん、あるいは部門の名前変えたりとか、うん、それでまあごまかせるかもしれないけれど、うん、私たちがこれ罪を認めた瞬間に、うん、会社も社員も90人しかいない会社だから、うん、全員悪者になって多分会社は潰れると、うん、そんなことができるわけないでしょっていうふうに言ってて、うん、僕それ聞いて僕も甘かったなと思ったんだけれど、うん、やっぱりその大企業とは違う中小企業の厳しさ、うん、でも逆に言うと、うん、なんか中小企業の誇りっていうかね、うん、なんかプライドっていうかね、うん、なんていうのかな、意地っていうかね、うん、みたいなのを感じられて、おかしいじゃん、だって都合、そっちの方が都合がいいからってやってもないことだって言わなきゃいけない。おかしいんですよ、おかしいんだけど、うん、でもね、そういうその冤罪のパターンってものすごいたくさんある。僕はもういろんなの取材してる、だって例えば、まあちょっとこれは、こういう、不正融資とかじゃないけど、殺人事件で、で捕まって、やっぱ足利事件にしても、それから深川事件にしても、これ全部、場合によっては死刑になるかもしれないのに、認めてるんですよ。だつまり、今の刑事司法の取り調べとかのあり方とかね、こういう人質司法のあり方ってね。足利事件なんて、あれどうやって認めさせたのかわかんないよ。まあ、あれはね、供述弱者って言って、どっちかっていうと、こう、人に迎合しやすいとかね。つい先日、また、冤罪っていうのが確実になったけども、滋賀県の病院で、女性の看護師さんっていうか、看護助手なのかな、うん、の人が、その、こう、なんていうの、こう、酸素吸入器だから抜いて殺しちゃったっていう事件も、うん、これも結局無罪が確定してるんだけど、うん、この人もやっぱり、ちょっとこう発達障害とかがあったりとかして、うん、
取り調べで強くやられると、その迎合しちゃったりとか、うんうん、自分のことに優しいことを言ってもらえると、こう、うん、なんていうかな、こう、その人の通りにしてあげたいと思っちゃうような人で、うん、そういう人を追い込んでいって、結局有罪にしちゃうっていう、こういう事件。この件、本当に、うん、あれ、そういえばどうなった？取り調べの時に、全部、なんていうの？録画してて、録音録画、録音録画、うん、していうことにしようなんてちょっと前に話して、これはね、一部になった、一部なんです、これはあくまでも一部で、裁判員裁判の対象の事件なので、うん、本当に殺人事件とか、うん、そういう、まあ、いわゆる凶悪事件は録音録画の対象なんだけれども、うん、そうじゃない事件っていうのは、うん、録音録画の対象になってないし、うん、だから殺人事件ってもう全部録画するわけじゃないんですよ、その一部なんです、それはそうだよね、だからそうなってくると逆に、うん、もう散々いじめといて、はい、認めたところだけ録画して、うん、で逆にそれを裁判に出したら、うん、むしろ冤罪が逆効果になっちゃう、逆効果の可能性もあるってことなんだよね、だから本当はこうこれだけこう技術発展してきたんだから、うん、最初の取り調べ段階から全部ちゃんと録画をして、うん、場合によっては裁判にそれをきちんと示すっていうようなことをしないと、なくならないし、それからこの人質しようっていうのを変えないと。どうしたらいいの？こう裁判所も口出せないってことになっちゃったら、これ、まあ、録画とか、うん、そういう技術的なこと以外に、もう踏み込めないじゃないか。ただね、これね、日本でも刑事訴訟法上は、うん、起訴後は基本的には保釈が原則なんですよ、はいはい、保釈が原則で、それはそうですよ、だって、うん、国家権力と、うん、それから捕まった市民、うん、まあ、仮に犯罪を犯したとしても、うん、圧倒的な力関係があるわけだから、うん、基本的には起訴されたら保釈を受けて、うん、一応自分の生活を営みながら、うん、弁護士さんなんかともきちんと打ち合わせをして、うん、それで国家と対峙するっていうことになってるわけだから、うん、だからやっぱりね、裁判所が、うん、やっぱりもうちょっとこう保釈、うん、ましてやだって今回なんて、だって病院の中でがんだって診断されてて、うん、そのがんの人間をね、うん、の保釈申請を蹴飛ばすっていうのは、うん、これはっきり言ったら国家の殺人ですよね、うん、いやだから裁判所はだから何のね、うん、まあ、さっきまで話聞いてると、うん、こう帰ってそれが、うん、認めないとお手になっちゃうと、マイナスになっちゃう可能性がある、そう、でももうちょっとしっかりして人がいればっていうのも変な言い方だけど、うん、そこの裁判所がしっかり判断すれば保釈もできるしってことになるわけでしょ。そういうことです。で、それができてないわけじゃん。だから今回は裁判官なんて自分で選べないもんね。要するにね、うん、この権力機構っていうか捜査機関とかっていうものっていうのは、うん、やっぱり外からきちんとチェックするものがいくつかシステムとしてあるわけですよ。うん、今回の場合で言えば、うん、警視庁公安部の捜査がめちゃめちゃだったわけですよ。うん、でも本来であれば、うん、起訴をする権限っていうのは検察が持ってるわけですから。うん、はいはい、警察がいくらめちゃめちゃな捜査をしても、うん、検察官はちゃんとそれをチェックして、うん、こんなもの犯罪にならないよとか、うん、あるいはこれって大丈夫、立証できるのっていうことを言って、うん、まず検察が跳ねなきゃいけないんですよ。そうだね。でもこれが効いてないんですよ。うん、それからその次に裁判官が、まあ、最終的には裁判で有罪無罪だけれども、うん、その例えば逮捕令状とかね、うん、あるいはその勾留の延長とか、うん、あるいは保釈請求をどう判断するかっていうのをきちんと判断すれば、うん、そこでまたチェックが効くわけですよ。うん、で、まあ、今回のケースで言うと、もう一つは、経産省っていうね、その輸出管理は経産省がやってますから、経産省側もきちんとチェックをすればいいんだけど、このチェックが全部効いてないんですよ。うん、本来あるチェックが、うん、だからなんか自分は とりあえず言われたくないから、うん、別の人に回しっていう感じで、責任をそうなるとみんななんか、そういうことです、そういうこと、まさにそう、だから今回のケースで言うと、まあ、これ詳しく言いませんけれど、うん、検察官は、うん、例の大阪の証拠改ざん事件で名前も取り沙汰された、うん、まあ、この僕らの業界では、もう聞けば、うん、名前聞けば、あーっていうような、うん、まあ、いわゆる問題検事なんですよ。だから公安部の言う通りに、はいはい、やりましょうってやっちゃったんですよ。で、裁判官もさっき申し上げたように、減点になるよりは安全志向で、自分の保身でもうそういうふうに判断しちゃうわけでしょ。で、経産省も結局警察に押し切られているようなんですよ。だから、チェックが全く効かない。だから本来はこの効くべきチェックが きちんと効いてれば、うん、こんなにひどいことにはなってない。うんうん、これだけのことが分かって、うん、こういうことになった時に、うん、まあだけどあれなの、その裁判所の人なり、うん、送った検察起訴した人なり、うん、こう自分たちの気持ち、心はどうなの？ね、人が一人亡くなっちゃったりしてて、裁判官とか検察官には僕ちょっと取材できてないんですけれど、うん、今回警視庁公安部の中がどうなってるのかっていうのはちょっと、うん、関係者に聞いたんですけれど、うんうん、
捜査自体に違法性があるわけじゃないから、うん、警視庁公安部は誰一人として処分も責任も取っていないし、うん、それからこれから責任を問われる気配もゼロない。みんなでやってるから怖くないって感じなんじゃない？そう。で、むしろ、OK って言ってた検察とか、経産省がひよったからこんなことになったんだっていう態度らしいですよ。だから今これ先ほどちょっと申し上げましたけれど、非常に優秀な弁護士さんたちがついていて、国家賠償請求訴訟を起こしてるんですね。でこれが、5億6000万円だったかな、会社が被った損害とかね、それから5億じゃったら足りない、全然足りない、全然足りない、その会社の被った損害もそうだし、330日もこうぶち込まれたっていうのも、これそれで足りるのかってもあるし、何よりもその相島さんっていう、その30年間ずっと会社支えてきた仲間をその失ったっていうことは消えないんですけれども、だから全然5億でも足りないんだけれども、でも5億6000万円の国家賠償請求訴訟を起こして、まあ当然これからその公安部であるとかそういうものの責任を問うていくっていうことになりますから、まあ、これも納得できないのは例の赤木さんの、ね、件で、認諾、認諾、これ認諾、すぐ認諾しても僕はいいと思うんだけど、でもこの5億6000万円誰が払うのかって言ったら、これ税金からかっていうと ね、またこれは納得いかないっていう感覚もあるんだけれども、でもまあ国家賠償請求訴訟っていう形でこれから、だから大河原加工機の社長の大河原さん、それから役員だった島田さん、それからまあ相島さんお亡くなりになっちゃったんですけれども、相島さんの息子さんが2人いらっしゃって、息子さん2人、大河原加工機、大河原、どうやったら応援したいけど、大河原加工機ってどうやったら応援できるの？まあまあ、でもそのこの国家賠償請求訴訟をちゃんとこう、見ていくってことと、まあ、それから少し僕も資料を上げるので、室井さんはこう、ね、こういう発信力というかメディアでの仕事もしているから、こう注目をして何かあったら発言をしてくれるのが多分大河原加工機にとっての一番の支援だし、分かった、もっと言えばやっぱりこういうその刑事司法って僕ら言うんですけれども、その警察の捜査、それから検察のチェック、それから裁判所のありよう、それから人質司法とかっていうもののありようっていうのが、これでいいのか、まあ、要するにだから自分が捕まるなんてことは基本ほぼないの で、分かりにくいんですけれども、でもこういう目に遭ってる人たちがいて、でまあ、同じ隣人ですよね、で、こういう目に遭っている、だからまあ、これの究極の形はウィシュマさんで、この相島さんの息子さんが取材で言ってたんですけれども、もし息子さんたちがいなかったりとか、もし息子さんたちが一生懸命動かなかったら、どうなってたんだろうかと、ひょっとすると、ウィシュマさんみたいにそのままほっとかれて、拘置所で死んで、あ、病気で死にましたよっていうふうに言って済まされちゃったんじゃないかなっていうふうにおっしゃってるんですよね。だから、そういう意味で言うと、息子さんの胸もひどいし、まあ、あと奥様もなんか大変、相島さんの奥様も本当にもう憔悴しちゃってて、今、本当は富士宮で悠々自適の生活を送られる予定だったらしいんですけど、家庭菜園とかね、耕したりとか、富士山が見える家を新しく建てて、その奥様も一人で今、本当に憔悴してらっしゃるらしい、僕は奥様にはちょっと会えなかったんですけれども、なので、こういう人たちがいるんだっていうことをやっぱり改めてこう考えながら、この刑事司法をどうするかっていうことはやっぱり考えました。言い方すれば裁判所とか検察がもっとしっかりして、しっかりそのなんていう の、乗らなければ、まあ、この問題だけじゃなくて、いろんな冤罪の問題、まあ、今までね、痴漢なんかも それに入ると思うけど、それから過去の冤罪の問題たくさんあるけども、そういうのが防げたっていう話にもなるわけだよね。だからね、もう一個これね、大河原加工機の方々と話をして、そうだなと思ったんだけど、やっぱりね、これ優秀な弁護団だから仕方ないんですけれども、弁護団にもやっぱりね、数千万円くらいのお金かかってるらしいんです。ということで、スタジオにはジャーナリストの立岩陽一郎さんです。こんばんは。こんばんは、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日言いたいというテーマは何でしょうか？そう。まあ、沖縄ですね。沖縄ですね。まあ、先だって、名護の市長選ありましたですね、はい。まずはそのニュースからお伝えしましょう、はい。アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設が争点となった名護市長選挙は、移設を推進する岸田政権の支援を受けた現職の戸口武豊さんが2回目の当選を果たしました。
移設に反対の玉城デニー知事が推す新人候補におよそ5000票の大差をつけた勝利で、岸田政権は移設計画を推進する構えです。戸口さんは4年間の市政運営に一定の評価を得たと述べ、移設については国と県の推移を見守るという以外ないと話しました。一方、玉城知事は辺野古の新基地建設に反対するという方向性は1ミリもブレることはないと強調しました。はい。まあ、この選挙結果というのは、まあ、今ニュースでもありましたように、まあ、勝った現職の戸口さんは、まあ、黙認という感じですね。推進します、容認しますということではなく、まあ、それは国と県とで話し合っている問題だからという、そうですね、立場というか、言いようでしたよね。そうですね。ただ一方で、まあ、反対を明確に表明した、まあ、岸本さんは勝てなかったという意味では、はい、まあ、それは一つの民意なんだろうという気がしますよね。で、やはり民意っていうのはやっぱ尊重されなきゃいけない。これはまあ民主主義の前提ですから、名護の今回市長選挙の結果というのはやっぱそれは重く見る必要があるっていうことと同時に、実はその沖縄県全体で見ると、過去の、これまでの遡っていく3回の知事選挙はいずれも、基地の辺野古の施設に反対する人が勝っていて、なおかつこれ2019年、私も行きましたけども、まあ、県民のその住民投票というのがありまして、はい、まあ、ここでも、まあ、かなり圧倒的に、まあ、反対する声が大きかったというのも民意。だから、まあ、民意というのはいろいろ、まあ、その沖縄県全体の民意は今のところ、まあ、辺野古に移設、まあ、沖縄の人々の多くは、まあ、新基地建設反対という言い方をしてますが。移設という表現はしない。していないですね。まあ、これはまあ、明確に言うと、あそこには、キャンプシュワブという米軍基地が、まあ、もともとあって、うん、ただその沖合に新しい基地を作る。だからまあ、新基地を作るとも言えるし、うん、まあ、日本政府はそうではないですよ。これ拡張ですよ。こういう言い方してる。ただ、まあ、民意や民意っていうのはいろんなレベルである。これはまあ事実だと思うんですね。一方で、政府は、その民意とは関係ないんだという姿勢を取ってきたこともまた事実なんですね。その安全保障の問題というのは、国の政策ですから、まあ地元の人たちがどういうふうに言うっていうこととは関係ないんだ。こういうことも言ってきたわけ。で、まあ私は別に政府の人間でもなければ、沖縄のどっちかの側に立ってるわけでもないんで、私の場合は民意は民意で大事ですと。ただ、じゃあ政府が言っている、民意とは関係ない安全保障、という観点から、じゃあこの辺野古を見てみたいっていうことをちょっと今日考えてみたいんですよね。はいはい、で、これもともともう皆さん、これはご存知の前提ですけど、私、まあ沖縄にいた時に起きた事件、非常にいたたましい事件が、まあ1995年に起きるわけですね。はい、本当に少女がアメリカ兵に、まあ、乱暴されるという事件がありまして、まあここで、本当に沖縄の人たちの怒りがもう沸点に達したと。で、あの時はですね、私も沖縄でまさにアメリカ軍と当時、知事が太田雅秀さんという知事でしたけども、取材をしている中で、これはもうちょっと持たないんじゃないかぐらいの怒りでしたね。で、日本政府も、もうこれは青ざめたという表現でいいと思うんですが、もうこのまま行くと、沖縄の人々の怒りで、まあ、まさに日本の安全保障の根幹である日米、安全保障条約がもう機能しなくなるっていうような感じになったんで、なんとか沖縄の人々の負担を軽減しなきゃいけない。まあ、当時の橋本龍太郎首相でしたけども、はい、これなんとかしなきゃいけない。で、橋本さんっていうのはですね、もともと学生の頃から沖縄にいて、ほう、そう、沖縄のことを非常によく知っていてですね。ですから、これ、今の自民党の、主要な人たちと、明らかに当時の自民党の方々違うのは、うん、まあ、橋本龍太郎さんは特に沖縄に人脈があり、沖縄をよく知っている。うん、あと、まあ、野中さんですね。野中博さんも非常に沖縄に対する思い出がある。うん、まあ、そういう人たちがいた中で、なんとか、じゃあその普天間基地という、これはまあ、太田雅秀知事が、その橋本龍太郎さんから、じゃあ、まず解決するには何が必要なんだって言われたときに、この普天間、まさに、まあ、町のど真ん中に。真ん中にありますよね。まあ、都市化が進む町のど真ん中にあるこの基地は撤去してほしい。周辺に幼稚園、小学校、病院、大学まであるという。
そういうところですからって言って、橋本龍太郎当時の総理が、分かったって言ったけれども、結局それは、ぬか喜びになってしまう。つまり、基地を、まあ、ここの土地は返しますよ、だけど、沖縄県内の移設ですよ、と。で、それが、まあ、いつの間にか辺野古になっていったということ、うん、まあ、その経緯があるわけですね。で、私はまあずっとこう取材をしている中で、まあ、沖縄のその落胆というのも非常に感じたんですが、まあ、こうした中で、鳩山さんが民主党政権の時に、はい、総理大臣になって、まあ、鳩山さんも鳩山さんで非常に沖縄に対する思い出がある人ですから、最低でも県外に移設しようということで、これまでの政府の対策とは違うことを言い出した。うん、で、実はね、それは今非常にね、無責任だって批判されるんですけど、私、ね、実は、本当にその、鳩山さんがまさに、沖縄に行って、で、知事に、その、もう県外移設っていうことを言う前の日にですね、沖縄に行ったんですよ。で、沖縄の自民党の国会議員の、まあ、友人と、二人で話をしたときに、まあ、飲みながらですけど、うん、どうだろう、鳩山さん言うのかな、その自民党の国会議員ですよ、うん、今ちょっと誰かってのは非常に差し障りがあるんです。今もかなり重要なポストについてる方いらっしゃるんですね。で、いや俺もねって言うんですよ。俺もね、そりゃさ、なんか沖縄だけね基地がありゃいいと思っている国会議員と話すと本当腹立つよと、うん、本音は、うん、何考えてんだと。じゃあ沖縄の基地はね、米軍基地っていうのは沖縄守ってるのか、沖縄じゃないじゃないかと、こう言ってるわけですよ。酔った勢いもありますけど。だからね、俺は鳩山さんが明日ね、県外だって本当に言ったら、俺は拍手するよ。こう言ってたわけですよ。うんうん、自民党の人が、ね。自民党ですよ、はい。国会議員ですよ、うんうん。今も非常に重要なポストについてる方です。うん、この方は、うんうん。ところが、鳩山さん言わなかったんですね、翌日。うんうん、まあ、しかもそれは、まあ、鳩山さんがその後説明するところでは、ものすごい政府からの、政府ってのは、霞が関の外務省からもうダメだ、これはダメだ、もう絶対無理ですというペーパーを渡されて、で、まあ、知事に会った時に何も言わずに終わった。っていうことがあったんですね。で、実は、その後、まあ、安倍さんが政権を取って、で、菅総理までこう来るわけですね。はい。その中で言葉が一人歩きする、うん、つまり辺野古移設が唯一の解決策だっていうね、うん、言葉が出てくる、うん、唯一、うん、でこれ唯一の解決策だってこう言うわけですよ。で、私はこう自民党にも唯一の解決策というのは何を根拠にしてるんだ、うん、こう聞くと、これも文書でも回答があるんですけど、そのまあ普天間をこのまま残すわけにはいかないっていうのは一つですよね、うん、だけど軍事的に沖縄にいなきゃいけないんだと、こういうわけです。あ、海兵隊の基地、そうですよね。そう、前提で言うと、うん、まあ、そうですね、海兵隊の航空基地ですよね、うんうん、だからあそこに地政学的に必要なんだという、ね、つまり海兵隊の部隊がいて、うん、そこに基地があって、だからそれは必ずその統合運用されてるから、その海兵隊の部隊と基地、その航空基地は一緒にいなきゃいけないと、こういう説明をしてるわけですね、うん、でこれ事実だと、もうまがいない事実なんだと、こういう言い方をしてたわけ、うん、だから、安倍総理もこれはもう辺野古移設がもう唯一の解決策、動かせないんだと言ってきたわけですね、うん、ところがこれ専門家にいろいろ聞くと、うん、そうでもないんですね。そうでもない。そうでもないっていう。これはね、例えば日本人で言うとね、これ割と政府側に近い立場の人って、小川勝久さんって。政府に近いって言うとちょっと、本人怒るかもしれませんが、まあ、非常に自民党と一応近しい小川勝久さんで、軍事アナリストの方が、一昔前よく、もう今ちょっとお年であんまり出られませんが、一昔前よくテレビで出られてたんですけど、で、この方が書いた本なんかは、彼はですね、ずっとその普天間返還の、その経緯もずっと知ってるんですね、うん、非公式ではあるけど政府の特殊的な動きもしていて、で彼がこれはやっぱ無理なんだと、うん、辺野古は、はい、だから基本的には本土の自衛隊基地と一緒に運用する形でローテーションをしていく、
で、沖縄にはですね、海兵隊の非常に大きな基地がたくさんありますんで、はい、航空基地は普天間ですけども、そこに、普天間のその飛行機が緊急着陸することはいつもできるわけですね。うん、ものすごい広いですから。はい、だから工場的な基地、その航空基地の施設は、本土の自衛隊の基地とか、うん、あるいは、その山口にある岩国、ここも海兵隊の基地があるわけですね。うん、はい、まあ、あの、安倍さんのお膝元ですね。そうですね。こういうところで運用すればいいんだと、こうおっしゃってたわけですね。うん、で、あ、なるほどなと思っていたら、実はお母さんだけではなくて、その日米の軍事の専門家たちも、これは私も驚いたんです、その2030年までの日米同盟という公式の提案書を出してるんです。うん、ほう。2年前なんですけど。で、これに及ぶと、まさに本当にそれが書いた。で、それをまとめた最大のその責任者っていうのはですね、これ、名前聞いたことあるかもしれませんが、アーミテージさんっていうね。アーミテージさん。アーミテージ。私も聞いたことある。ね、あの、うん、つまり、まあ、軍の、海兵隊の、うん、非常に偉かった方で、しかも、非常に日本との防衛協議を、うん、実際にされた方で、最後はですね、国務副長官で、外務省の高官まで、アメリカの外務省の高官まで務めて、この普天間の辺野古移設にも関与してきた人。うん、この人が、辺野古はダメなん、辺野古はダメなんだとは言ってないです。うん、ただ、実体的な運用としては、うん、沖縄に置く必要はないんだと。辺野古じゃなきゃダメってわけじゃないよと。わけじゃない、うん。つまり、その安倍政権が言っている、まあ、菅政権も言ってましたけど、うん、唯一の解決策というのは、専門家からも実は異論が出てるんだという記事を一応私書いたことあるんですね。この間のあの、総選挙の時ですけど。そしたら、その岸田さんは今回の国会で変えたんです。お。でも変えたのはね、ちょっと変えたって言って、ちょっと皆さん期待されると、と思うんですけど。俺の話を聞いて。いやいや、それは、あの、勝手にそう、私は解釈してるだけですけど。まあ、それはないと思う。そう、こう言ったんですよ。その、唯一の解決策であるという方針。でね、これね、いや、皆さん、ね、皆さん、でもね、うん、これはね、ちょっと進歩なんです。うんうん、っていうのは、うん、唯一の解決策っていうのは、もう政府はこれ事実なんだ。こう言ってるわけです。つまり、誰の反論も聞かないよっていう意味ですよね。でね、岸田さんは、いや、私が書いたからじゃないと思いますよ。でも、まあ、誰かに言われて、でもこれ、はっきりと方針でしかないですね。うん。だから、ちゃんと方針と付け始めて。要するに、方針となると変わることもある。あり得るという、うん。で、さらに言うとですね、最後に一つだけ。実は、あの、この間、東京でですね、私ある人に会ったんですけど、これもね、あの、ある段階来たら名前言いますけど、この人はアメリカの外交官です、元。うん、で、もう国務省、アメリカの外務省ですね、を、まあ、退官はされてるんですが、ずっと日米関係に携わってきて、で、まさに普天間の返還の時も日本にいて、この経緯も全部知ってる人物ですよ。うん、彼が、私、東京で、あの、この間です。本当にすぐ、この間ですけども、会って話したときに、どう普天間、辺野古は。で、彼は、実はその辺野古も視察に行ってるんですよ、米軍のアテンドで。で、やっぱり一言で言ったんですよ。あれは、1995年当時は、唯一の解決策だったかもしれないけども、今は違う。うん、なぜなら、中国の軍事力が、巨大で、うんうん、逆に沖縄は近すぎる。なるほど。置いとくため、置いとくとリスクがかえってあるという。つまり、沖縄だけに米軍基地があるという状況は、うん、米軍にとっても良くないし、日本にとっても良くない。なぜなら、そこにミサイルを撃ち込めば、米軍は完全に機能を停止するわけですよね。うん、そうそう、そういう事実が中国を誘発する可能性がある。だから、実は、あの、彼はもう、その政策策定には関わってませんから、そこはまあ個人の意見だ、うん、ただ彼が言ったのは分散する方が今の米軍にとっては日本の防衛もできるし、うん、地域の安全保障には資するんだと。だからこれはどう考えても辺野古がベストという選択肢ではもうなくなっているんだと。でもめちゃくちゃお金使って軟弱地盤を今改良してますよ。だからね、まあここをね、まあ、
せっかくですよ。その、皆さんが聞いたら、なんだそれだけかと思うかもしれないけど、唯一の解決策の、である、との方針と言った、この現実的な変更を、もう少し広げて、本当に沖縄に、これだけ、前も言いましたけど、カデナというですね、極東最大の米軍基地も抱え、そこに普天間という航空基地も抱え、なおかつ原子力潜水艦が止まる港まであるという沖縄にですね、本当にこの海兵隊の航空基地をずっと置かなきゃいけないのかということ、なおかつ、その策定に関わってきたアメリカの外交官も、アメリカ軍の幹部も、もう現実的ではないと言っている。こういう状況をぜひですね、このリスナーの方には知っていただきたいと。アメリカからじゃあここはやめましょうっていうことはないってことですかね。これがね、私も何度も聞くんですけどね、つまりこれは日本の国内の問題だという一線をなかなか越えてくる。ただ現実には僕はそういうタイミングがあると思う。その変えるというより、アメリカ軍の運用として、本土の自衛隊と共同利用するようなことを提案してくる可能性は私はあると思います。共同利用ね。なんかね。これはこれでまたね、でも。そうなんですね。また大きな問題。もう大枚はたいて米軍のために作ったけれども、蓋開けてみたらほとんど使われてないみたいなことが起こる可能性だってゼロではない。そらもう魚買ってサンゴ買ってぐちゃぐちゃされて。ね。もうサンゴですよね。本当に。ね、まあ、あの方針とついただけの話やないかと一瞬私も含めて思いましたけれども、でも含みがあるっていうことが大切ってことですよね。それでやっぱりその辺言葉を足すだけでも、ものすごい反対があったはずなんですよ、でも岸田総理がそれを言ったというのは大きいという、なるほど。